スです。この段は。ああ、しまった。体とキリリとした表情をしております。恐怖を乗り越えなくては成功はない。タイミングを測りながらスタート。さあどうだ、いった。この辺りは楽勝といった。自分との戦い、己の中の恐怖心を追い払うことができるのか。この心の中はどうなっているんでしょうか。厳しい表情のまま助走を開始しました。さあどうだ、飛んだ。ケインリプパスです。パスです。なかなか好調のエオです。このまま勢いを持続することができるか。さあスタートしました。どうだ、決めた。池谷、それで。さあいい感じで決めております。このまま勢いを持続することができるか。さあスタートしました。どうだ、やった。ケイン、それこの段はパスです。さあいい感じで決めております。このまま勢いを持続することができるか。軽やかに飛び出しました。いったか、いった。池谷リプレイ、確実です。絶好調です。流れにうまく乗っているという感じがいたします。さあ矢のように飛び出しました。いったか、飛んだ。ケインリプレイ、このダウン、このダウン。さあいい感じで決めております。この調子で記録をどんどん伸ばしてもらいたい。飛び箱へ一直線スタートです。どうだ、決めた。池谷リプレイ、なかなか好調のようです。さすがに見せるところは見せてくれます。さあ筋肉の神風がいきます。どうだ、ダメだ。なかなかうまくいきません。1回目の挑戦は失敗です。さあもう後がない。ここは何としても決めてもらいたい。さあ筋肉の神風がいきます。さあどうだ、審議です。さあどうでしょうか。ここから見ると成功しているように見えますが、さあどうなんでしょうか。ケインリプレイ、このダウンはパ、このダウン、確実に決めてまいります。この調子で記録をどんどん伸ばしてもらいたい。タイミングを測りながらスタート。いったか、玉砕。残念ながら着実に決めてまいります。流れにうまく乗っているという感じがいたします。軽やかに飛び出しました。どうだ、当たった。1回目は失敗してしまいました。次の失敗で失格となってしまいます。ここは決めておきたい。さあ助走スタートです。さあどうだ、微妙です。リプレイ見てみましょう。ここから見ると成功しているように見えますが、さあどうなんでしょうか。一時はどうなるかと思われましたが、決めると決めます。1回目の挑戦は失敗です。気持ちを正面の飛び箱に集中して挑んでもらいたい。助走を開始しました。いったか、やったー。ケイン29段目リプレイ、
この段はパス。この段はパス。さあ、いい感じで決めております。さすがに見せるところは見せてくれます。タイミングを測りながらスタート。どうだ、玉砕。激突しました。今の確実です。絶好調です。このまま勢いを持続することができるか。厳しい表情のまま助走を開始しました。さあどうだ、審議です。さあどうでしょうか。ここから見ると成功しているように見えますが、さあどうなんでしょうか。一時はどうなるかと思われましたが、決めるときは決めます。リプレイを見てみましょう。1回目は失敗に終わりました。次の機会で失格となってしまいます。ここは決めておきたい。軽快なステップを踏みながらスタート。さあどうだ、審議です。さあどうでしょうか。微妙なところでしたがどうでしょうか。さあどうなんでしょうか。一時はどうなるかと思われました。確実です。絶好調です。このまま勢いを持続することができるか。タイミングを測りながらスタート。さあどうだ、衝突。激突しました。リプレイを見て、さあいい感じで決めております。このまま勢いを持続することができるか。スタート。タイミングを測って進みます。さあどうだ、ぶつかった。1回目は激突。1回目は残念ながら失敗です。気持ちを正面の飛び箱に集中して挑んでもらいたい。タイミングを測りながらスタート。いったか、玉砕。またも失敗。モンスターボックスに圧倒されて、池谷直記録。1回目の挑戦は失敗です。まだ失格になるには早すぎる。次できっちり決めてもらいたい。スタート。タイミングを測って進みます。どうだ、玉砕。ケイン、がっくりと肩を落として、ケイン小杉記録31段。ここまでよく頑張りました。見事です。ポイントを重ねている。この混戦を制するのは誰なのか。この時点で首位に立ったのは池谷直樹、2位金剛君、3位ケイン・オスプ。